はい、では実際にマルチプレイをして縦貫横貫を練習していきたいと思います、はい、今回はどこに行くんですか。今回はダークドラゴンの極みですね。おお、いけるかな、私にも。はい、私もいける。でも志保さんいいから。ではもうカンカンね、ちゃんとできるように。そうですね、結構簡単なようで難しいですからね、これね。はい、はい、はい、まずはちょっと見てますね。真横ですか。もうなんかめっちゃビーム飛び続けてますけどもうちょっと何が起こったのか。倒しちゃいますよ、こんな。確かにこれでも真横ですね。ただそう、ちょっとずらしちゃった、みんなを。ちょっとずれるだけで全然もう違うんです。気持ち的には真横だったんですけど、全然ちょっと。あ、本当だ、動かないですね、シロさんの。え、すごい。え、どうしてそんな水平にできるんですか。持ち方のコツとかはなくて、やっぱ最初ちょっと難しかったら、横貫の場合だったら HP ゲージを素早くなぞるとか、うん、あ、そっか、どこでもいいんですよね。そうです。あ、そうだ、ここでキャラでやっちゃってた。縦貫の場合だったら、あれ、あ、結構いい。おー、やった。え、じゃあ、もうこういうところやった方がいい。あ、そっか、どこでもいいんですよね。私最初分からなくて、もうモンスターのとこやって、なんか引っ張れないとか思ったんですけど、HP ゲージをやる。もうすごいですね、そういうのもなく、まっすぐ真横。確かに。白川さん何もしてないですよ。そんな、あれ、慣れですね。すごい、白川さんがスッとやってますよ。で、もう一個あって、はい、例えば、まあ、こうやって縦貫するじゃないですか。これとちょっと分かりにくいんですけど、ちょっとあえて、こっちの方にちょっと縦貫する。はい。そしたら、壁にやったときに、上側の矢印反対側が、はい、矢印の反対側が平行になる。ああ、ここの面が。そうそうそう、一回やってみますね。逆で、あれ、こっちか。あ、話だった。で、またちょっとシロアさんに。結構やっぱ矢印伸ばした方がやっぱしやすいです、縦貫。え、矢印、すみません、すごい基礎的なことなんですけど、長さは関係あるんですか。関係あります。短いのと短くして縦貫するのと長くして縦貫するのと全然生活が違うんですけど、短くして縦貫するのと全然違う。本当だ、ずれている。全然ダメですね。しっかりやっぱ伸ばすっていうのが大事かな。しっかり伸ばす。おー、まあ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 、下の HP ゲージと、はい、これが横の、おお、平行になる。すごい。本当だ、綺麗に。ああ、下に捨ててしまった。ああ、そっか、これもダメなの。すごい、まっすぐに見えたけど。ね、すごい、またファンタスティックだ。絶対に移動しないんだけど、うん、移動してない。すごい、下の壁を止めながら方向を向かって。おいいすごい、おー、すごい、当たってない、移動してない。どうですか。あ、やったー、ようやく。嬉しい。すごい、白はさ、褒められて、ちょっと。おお。あ、ちょっと下手くそだ。これ横行っちゃってるんですか。横行ですね、これ。もう下の辺を見ながら、はい、下の壁を見ながら、壁と、この矢印が。そうですね。この壁ですか。そうですね。お、お、あ、綺麗です。おお。ちょっとセンスあるかもしれない。動かなかった。いい感じで。ライセンス使ってちょっと。はい、お、こいつがヒーリングウォールを張るっていうやつですけど、はい、回復できる壁を作るんですよ。そこに当てれば、当たれば。だから HP が例えば
血しかない時にこいつを使って綺麗に固めて、みんなは一人のために、一人のみんなのために。あ、もう自分でもこのターンの時点でできるってことですね。すごいすごい、ハートなんていらない、長いんですよね、すごいですね、本当だ、ずっと完璧的に HP をマックス。すごい、超強いですね。強いですね、ダルタニアン。あー、すごい。じゃあこの壁にこう横貫できれば。なるほどなるほど、マックやってもマックス。お、ファンタスティック出てた。やったー、すごい。ちょっとカツを掴み始めました。下の辺に近ければいけますよ。そう、あー、なるほどなるほど、結構なんか安い。今その奇跡を示してます。ここは移動しちゃったから。ああ、なるほど、そっか。そっか、ずれなければ相手も、相手というか仲間も動かさずに済む。そう。はあ、そういうことか。もう HP をマックスで押すことですね。確か。ん？横でいいんですか？そうですね。何が起きてるか分からない。まあ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 、このガイドっていうのがあって、はい、アイテムに線が出てますね。先が見える。え、これめっちゃいいじゃないですか。すごい。そういうアイテムがあって、そこがあると、そういうふうに見えるかもしれない。もうガイドあったら無敵じゃないですか。それはどっかでもらうんですか。どっかでもらうというか、まあ横勘縦勘をして、はい、ステージ突破する前にその取っていく。ハートと同じ確率というか、まあ、確率はステージごとに違う、はい、そういうアイテムが今取ってたの。そう、そうなんだ。多分前のステージ。ああ、言うてまでにしてればいいんだよ。あ、そうです。あ、こういうの敵に当てるためにずらして。おー、おボスが言っても雑魚がいるから、あ、そういうことか。頑張ってね、この人人手どれも出てた。ついに、あと2ゲージ、あと2ゲージ。ガードみたいなのありますね。あ、やっぱりなんかスピードが遅いのか、3回も回してますね。さっきの見ちゃうとね、うん、無限にできるんじゃないかみたいな、うん、こうできますね。あ、なんかいい縦感、左の壁に当たっちゃうと攻撃ダメージとか。あー、なんかこの、あの闇のガードみたいな。あー、まあ、当たっちゃったね。効かないキャラみたいな。はい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 、なるほど。おぉ、バイタクソです。あ、ダメなんですかこれは。あ、そっか。へぇ、あー、あー、次はこっち。もう私触れてるんですけど。じゃあこれ横でいいってことですよね。はい、悲しいな、この無力さ強くなりたいと思った瞬間。あーあー、ほんとだ。また逃げた。縦貫横貫がやっぱできないとちょっと上手い人からちょっと嫌われる。あ、じゃあもう上手いからみんなできるもんだろうね。じゃあもしシロさんとやってる人がちょっと当たってきたら、ムってなります。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、できないんだみたいな。あー、なるほど。ちょっとプレッシャーが、練習しないといけないですねこれができてからモンスト始めましたって言うしかないですねやっぱり結構なんか高くてもできなかった。へぇ、それはセンスの問題だけど知ってるけどできないんですか。そうです。ああ、そうなんだ。何回やってもうまいこと。へぇ、それほどこんなに綺麗にこう簡単にできるってないと思います。いや、でも本当に
わぁ。おおぉ、あ、ずれちゃった。あ、そっか、あ、大丈夫です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 。お、お願いします。あ、本当だ。今ここに奇跡を示す名前を。行くわ、ストライクショット。で、これも HP ちょっと少ない。はい、 HP 回復したいな。おお、もうそれは一人のために、一人のために。あー、なるほど、 HP がやばいやばいやばい、すごい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 、 HP マックス、ハートフォアになってる。すごいマックス。じゃあ、私はみんなに当てて、はい、行っちゃっていいですか。行きましょう。うわー、やばい。大爆発。これはみんなに当てたから、みんなのその能力の、そう、はい、はい、すごい、もう立てた何回かできました。そうですね、もう結構やっぱり動画内だけでも結構上達したかなっていう。ああ、本当ですか、良かったです。もうこれからちょっと日々練習して。そうですね、練習がやっぱ一番大事かな。はい、わかりました。ということで、今回はシロアさんに立て替え横貫の極意を教えていただきました。この動画が面白かった、立て替え横貫すごいって思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。またねー。